これまで伊豆市の経済は頑張ってまいりましたが、このまま人口減少が進んでいくと従業員を取れなくなる恐れがあります。伊豆市の経済約1000億円のうち、その8割は三次産業、サービス産業といわれる事業です。つまり人にお世話をする仕事ですので、従業員が減っていくとお客様も取れなくなる、経済が悪化する恐れがあります。それを防いでしっかり人口減少対策、そして将来の経済を維持するための将来への投資、このための財源を確保するためには、今まで市民の皆さんが使ってこられた市の施設も再編成し、集約し、減らしていく必要があります。今伊豆市では約200の公共施設を持っています。面積は約6万坪、かなり広い面積です。そしてこのまま公共施設を同じ水準で維持をすると、これから40年間で800億円以上の予算が必要になります。1年にするとおよそ20億円。今公共施設の管理等に使っている予算が9億円ですので、今まで以上に10億円もの予算をそちらに投じていくか、あるいは今やっている道路や用水路整備などの公共事業をやめていくか、どれかを選択しなければなりません。そして伊豆市の公共施設のおよそ半分は築30年を経過しています。少し古い資料ですが、平成24年伊豆市の施設の老朽化率、どんなに古いかという状況を示す指数、老朽化率は全国で残念ながら最悪でした。 60% を超える老朽化率の自治体は全国で2つしかありませんでした。そして伊豆市は最も悪いという大変残念な状況にありました。これからどうするかは3番目の録画でご覧いただきたいと思います。